どうも、わたるです。今日は、かのんさんに、ドッキリを久々にかけたいと思います。イエーイ。前回の動画であったように、僕は、出演させていただいて、なんとおかげさまで、1周年経ちました。ありがとうございます。その動画内で、かのんさんが言っていた、僕たち、もともとは、普通の男同士の友達だったので、性別がもともと男だったかのんさんは、僕とのカップル的なノリに対して少し恥じらいがまだあるんですね。なので、今回のドッキリの内容は、この後トーク動画を撮る予定なので、もしトーク中に、かのんさんにボディータッチをしたら、かのんさんはどんな反応をするかを、モニタリングしていきたいと思います。こんばんは、元男の子の青木かのんと。こんばんは、わたるです。まあね。で、今日は何ですか？いや、実はね、かのんさんにちょっと聞きたいことがあってね。なんか内容知らされずに今日動画撮ってますけども、珍しく。何だと思う？プレゼントみたいな。プレゼント？今日はね、YouTuber にかのんさんがどうやってなったのかっていうのをすごい聞きたくて。こういう話ってさ、多分したことないんだよね。振り返った時に。うん、だからなんか、面白い。こんな動画。いや、でもなんか誰も求めてないんじゃない？チャンネル登録してくださってる方からしたら、そこは多分興味あると思う。で、どういうこう流れで、はあ、YouTuber 現時点までこうなったかっていうのはやっぱね、こんな聞いておきたいんだよね。ペーペーの私に聞くより、絶対ああいうヒカキンさんとか、うん、なんかそういう人たちの方が良くない？ってか説得力あるよね。いや、そこはね、関係ないと思う。関係ない。その人が歩んできたっていうのが超重要だから、かのんさんのその歩みが聞きたいよね。事前に、何も言ってないから、多分準備もしてないけど。してないよ、だから。いろんな経験したはずだから、それはね、多分ね、記憶にあるから。大したことないけどね、私。そっからなんかいろいろね、根掘り葉掘り、お話が聞ければね、僕も多分勉強になるし。わかりました、うん。どっから話せばいいんですか？その、最初期から。あ、そうだね、初期。何年ぐらいなの？わかんない、そこがもう知らないから。あ、そっか、意外とそういうこと話してないのよ、うちらも。ふわりとは聞いてるけど、がっつり何年にって、これなんか時系列的なの聞いてないと思う。まあ、そうだよね、うん、完全なビジネストークだもんね、そんなの。そう、確かに確かに。そんなのカップルで話さないか、うん、じゃあ最初は2014年からなんですよ、 YouTube 始めたのが、うん、そうで、その時音楽の学校も同時に、まあ、塾みたいな感じで通ったの、うんうん、まあ、当時はさ、 YouTube でも話してるんだけど、歌をやりたいみたいな感じで、YouTuber になるっていうよりかは、歌手になりたいから、うん、なんか YouTube チャンネルを作ったみたいな感じなのね。歌を出すためのチャンネルみたいな。その時ね、うん、音楽の学校のなんかテストみたいなのがあって、うん、そのチケットを売りさばいて、うん、来月、うん、学内ライブやりますみたいな。で、そのチケットを全部、うん、友達に、まあ、もしくはその自分のファンに売りさばいてくださいみたいな。うん、で、みんな周りのクラスメイトは売りさばいたんだよ、ちゃんと。でも、私はね、一枚も売れなかったの、うん。なんかお母さんとか友達とかそういう身内しか呼べなくて、自分のファンがゼロ人っていう、なんか周りとのその自分の実力の差をね、見せつけられてすごいショックだったのね。だから YouTube をやって、で、有名になろうみたいな。PR 目的にね。そう、PR のために YouTube 始めたの。で、その時の画像はこれ。ああ、こっちなんか、あれだね。面白かわいい。面白かわいい。ちょっと表現が見つかないんだけど。まあよくヘルメット頭って言われてた。ああ、確かに。あ、でも今すごい綺麗になったね。あ、ほんと？綺麗になった。あ、ほんとに？うん、綺麗になったね。まあ、なんかね、で、その時、話が分からなくなっちゃった。撮った。あれ？なんかね、その、なんか音楽活動の PR で動画を撮ってたんでしょ？でもないんですよ、実は。え？ちょっとね、ここでね、矛盾が生じるんだけども、うん、歌手になりたい、歌手になりたいって言ってんのに、うん、歌動画全然出してなかったの。ああ、そうなの。っていうのも、当時ね、なんか歌動画一応出したんだよ。うん、でも、出しても、やっぱりさ、大して上手くないし、ただの素人が歌った動画を、ただポン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 出してても、全然再生数上がんなかったの、うん。どうしようってなって、その時、うん。検索に引っかかることをして、まずは私自身が有名になんないと、うん、歌動画出しても意味ないな、みたいな感じになって。すごいね。で、その当時って、そう、おもちゃ動画を出せばバズるみたいな、なんかまあそういうブームがあったんだよ。なんかトーマスとか、アンパンマンとか、うん、なんかそういうおもちゃレビューをするだけですっごいみんな再生数取ったっていう、なんかそういう風潮があって、YouTube に。2014年？そう。あんまり企画、何々ドッキリとか、何々大食いとか、じゃなかった頃なの。うん、
で、私はそのプラレールをねレビューするんですよ。プラレールお姉さんだ。そうで、プラレール普通にレビューしても多分他のねおもちゃ商品 YouTuber の方がさ、やっぱり紹介するの上手だからさ、うんうん、同じようにただプラレール紹介しても多分負けちゃうと思ったから、うん、ニューハーフプラレールお姉さんみたいな感じ。あ、確かに聞かないよね。そう、みんなプラレールの動画でとりあえずクリックしてくれるんだけども、うん、登場してくるのがいきなりニューハーフみたいな、うん、ニューハーフ登場みたいな。とりあえずなんだろうって見るよね。そう、うん、だからめっちゃ笑うよ。あのコメント欄とかも、うん、なんかただプラレール動画見に来たのに俺は何を見させられてるんだみたいなコメントめっちゃ多くて、それ面白いね。そうだから、その当時ね、うん、とりあえずプラレールをめっちゃ量産しまくって、うん、豆腐屋でバイトしてたんだけど、豆腐屋、そう、日給5000円なのに、うん、そのうちの2000円をプラレールに当てて、もう毎日のようにプラレールを買っては商品紹介、プラレールを買っては商品紹介って言って。高いよねプラレールね、うん、1500円から2000円ぐらいするからね、まあ、それをね半年間ぐらいやって登録者1000人まで。そうで、そのタイミングでなぜかね女子アナウンサーに選ばれたんです。多分1500人ぐらいの頃かな、多分登録者が。その時にテレビ局から連絡来て、テレビ出ませんかみたいな。誰が見てるか分かんない。本当に。あ、もともとはやっぱりその歌手をやりたいっていうので、うん、YouTube を始めたんだけども、なんかいつの間にか。ああ、なるほどね。そう、自分がその有名になっていくって、そのなんだろう、快感が大きくなって、なんか歌手になりたいっていうよりかはなんか有名になりたいっていう方がなんか欲望として高まってきたからか、すごい嬉しかったよね。テレビ局から声かかって、まあ、当時やっぱりその元男の子って言ってもさ、レジェンドの方ばっかがテレビ出てたんです。春菜さんとか佐藤がやるとか、うんうん、あ、私みたいなその20代のそこそこみたいなのはあまりテレビ出てなかったから、うん、多分まあそういう感じでネタ的にテレビ呼ばれたんで、うん、まあ、それで言って、あ、で私はね女子アナウンサーになった。そういう感じね。そう、その時の写真見ますか。はい、青木館の女子アナってあると多分出てくるよ。え、出てくんの。どうですか。惚れるなよ。いやでもさ、この時もめっちゃ可愛いね。あ、本当に。うん、まあ今のが好きだけどさ。ありがとうございます。いいでしょ、でもね、なんかすごい巻き髪が可愛い。うん、そうです。すごいなんか、あれだな、これ、ピンクニット。そうそう。似合う。なんか、ね、ヘアセットしてもらってた。ですよ。アナウンサーまでは大体分かった。うん。YouTube 一本になったのはいつ頃からの？じゃあね、専業になったのは2017年の夏。うん、8月頃かな、うん、そう、ちょっとね、時が飛んじゃうんだけど。うん、まあ、アナウンサーになったのは2015年の頭からでしょ、うん、てか、まあ、テレビのレギュラーが終わったのが2017年の頭ぐらいの。うん、まあ、それまではさ、2年間、なんとかアルバイトとテレビの二足のわらじで食べていけたんだけどさ、うん、2017年の頭からテレビのお仕事呼ばれなくなったから、まあ、実力ないっていうのもあって。だから、そう、私、何をしたらいいのかみたいな、わかんなくなっちゃって、うん。なんかもうその当時は、やっぱテレビに出れてたからかっていう、なんか、ちょっと安心感があったんだろうね。うん、もうこの2015年か2017年ってあんまり YouTube やんなかった。テレビに出れてるから。って言ってもさ、私なんてもうほんとちょい役よ。ちょい役のくせに、私はテレビに出れてんだみたいな、もう調子乗っちゃったんだよね。ああ、自信がついたんだね。そう。だから YouTube 全然やらなくなったけども、うん、その空白の2年間、YouTube ちゃんとお休みせずやっとけばよかったなって今でもすごい後悔して、うん。大変だけど継続して両方ともやっとけばよかった。そう、やっとけばよかったもんの話戻すと、2010年の頭に、うん、まあ、テレビなくなりました。うん、食いぶちがないわけじゃん。うん、私この先どうしたらいいんだみたいな感じになっちゃって、うん、もうアルバイトをいっぱいやり始めるの、その頃から。酒屋でバイトしたりとかコンビニとか、うん、でも有名になりたいっていう、うん、なんか欲望あったから、うん、アルバイトを収録でやりながら YouTube を、うん、まあ、当時登録者8000人ぐらいだったんだけども、うん、また再開し始めたの、うん、で登録者1万3000人ぐらいになってたぐらいで、うん、でも収入は多分1万円とか2万円とかっていう。だからもうその頃、もう半年間 YouTube 本気で頑張ったけど、全然私ダメじゃんみたいな感じで、もう諦めようと、うん、YouTuber とかまあ有名になるっていう夢は諦めますって言って、うんうん、まあ、動画編集とかまあ YouTube 活動やってたから、うん、そのスキルを活かそうと思って動画編集の会社に履歴書送ったの、うん、まあ、その頃ってさ、もう YouTube やらないみたいな感じだったから、うん、その返信待ちしてたわけよ、うん、したらね、なんとそのタイミングで、うん、YouTube Japan から、うん、あなたを YouTube 育成選抜に選出します
っていう。で連絡が来たんだ。そう。すっげえな、ドラマみたいな。やばくない？ドラマみたい。その時に、YouTube 諦めようってなった時だったから、何が何だか分かんなくて、その YouTube の選抜っていうのは、なんか、名前が YouTube Next Up ってやつなの。なんかね、数年に一回しかやらないような、やつで、日本中のいろんな YouTuber の中から12人しか選ばれないっていうので、私はこれは、ここで YouTube をやめたら後悔すると思って、その履歴書を取り下げたの。で、その YouTube さんの育成選抜で、まあ、招集かけられるんだけども、六本木ヒルズで。したら、私とあんまり登録者数変わんないような、もう本当に、これから頑張っていくぞ、みたいな感じの YouTuber が12人いて、で、そこにいた人たちって、すごいなんか自分の強みをみんな持ってたの、それぞれ。で、私ってなんだろうな、みたいな。その当時ってやっぱりその、なんかお団子食べますとか散歩しますとか、何々を商品レビューしますとか、そういうありきたりのことしかしてなかったからさ、自分の強みって分かんなかったんだけども、その YouTube の中の人が、カノンさんを選んだ理由は、他の誰もが真似できない、その性別を変えたっていう個性があるから、私はそれで選びました。そっか、私は誰にも真似できない。誰にも真似できない。こういう個性があるんだったら、それを武器に YouTube 活動やればいいんだってなって、その頃から性別変えてこうなりましたって動画出したの。そしたら、もう今までないバズり方をして、そうもう、ブワーンって。今まではね、動画出したら、1日でだいたい1000再生から2000再生ぐらいだったのが、なんか一晩で50万再生とか、ブワーンっていったの。50万？うん。これは私、人生変われるって思って、それが8月よ。私はあの YouTube Next Up に選ばれなかったら辞めてたっていうぐらい人生がそこで変わったっていうか、まあ、自分の個性を武器にするようになったんだよね。ただ、やっぱりその収入っていう部分があるからさ。まあね。そこの不安が当時あったわけですよ。アルバイトでとりあえず月10万、11万稼いでて、YouTube で1万円から2万円じゃん。でも私は今こう波に乗り始めてるっていうその感覚があったから、もうアルバイトに割いている週6日を YouTube に捧げなきゃダメだって思った。それが私のその専業になったっていうタイミング。いやもう奇跡、ドラマみたいな話よ。そう、週6日間アルバイトでさ、お金を稼ぐ時間を割いてるじゃん。だからそれを YouTube に全部投資した感じね。そう、切り替えて、ちゃんと YouTube で11万稼げるかって保証ないわけじゃん。だからめちゃめちゃ不安だったの。来月私食べていけんのかなみたいな。まあ確かにね。っていう段階だったから、だからなんか希望と不安のその、グーってなってる語彙力やばいけど、なんかそういう時期、めちゃめちゃ不安だった。めっちゃ不安だったよ。もうそれが YouTube の専業の始まりです、まあまた不安だったら今度は俺が守ってるよ。え、ちょっと待って、なんてさっきから何？え？さっきから何？すごい今体温めちゃくちゃ熱いんだけど。いやだから恥ずかしいんですか？いやいや、え？恥ずかしいんですか？え、さっきから何ですか？なんか、人が、え？ちょっと待って、どうでしたか？え、誰が？どうでしたか？あ、もう YouTuber、楽しい、すごい。ああ、そこじゃなくて、そこじゃない。どうでしたか？感づいた。いや、めっちゃ触ってくるなーと思ったから。いや、実はね、ドッキリを仕掛けてさ。これはドッキリと言うんかな。何すか？ね、もし、カノンさんが、トーク中に、ボディタッチをしたらどんな反応するかっていうのを、見させていただいてました。はい、前回さ、動画であったじゃん。まあ、もともと男友達同士だったよ。でも今はカップルなんだけど、なんかカップルっぽいこうなんか、やりとりみたいのが、まだなんか恥じらいがあるとか言ってたじゃん。ありますよ、もちろん。でも、前に比べたらすごいそこはなくなったと思うの、お互いね。だけどまだ少し足りないと思ってて。だってさ、うちのその男時代のあの姿を知ってるからさ、わだるくんは。だから、なんか素直に行くことがすごい恥ずかしいみたいな。だって当時って普通に男同士のノリでさ、ウィーンみたいな感じだったじゃん。だからこそだよね。でもそれは、あれでしょ？カノンさんの主観だもんね。はい。俺は別になんとも思ってないから。ああ、そうですか。だからどうでしたかっていう。ああ、でも。だから、ピュアルさして。
ボタンをずっと触ってた、うん、まあ新感覚でした新商品みたいに言わないで。まあね、これからもなんか徐々に、ね、ボディタッチしてってってわけじゃないけど、仲良くこう距離詰められたらなって思う、うん、締めが分かんないねこれ。まあとりあえず終わりますか適当だろ、クソ投げやりじゃん最後。もうこのあれでしょ、この場に今いたくないでしょ、うん、じゃあはい、少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタンお願いします。お願いします。あとは、うん、私のインスタグラムと渡るくんのノートも画面の下からフォローお願いします、うん、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。さよなら。常識